今日はルナの誕生日でーす。10月24日、やっと1歳になったね。一番でかくなって、まあ、2個。で、今日は誕生日ということで、初の手作りケーキをゆっぴが作るということで、やっていきまーす。手作りケーキを作るということで、まずはかぼちゃ、かぼちゃのみじん切りですね。これ作るとしたらどんな手順になるの？かぼちゃ切って、今お芋湯がいとって、芋あれ奥湯がいてない、そう、なんかさつまいもで、かぼちゃも湯がく、かぼちゃはチンする、もうレンチンして温めて、どうしよう、なんか犬用のミルクバー少し混ぜて、なんかスイートポテトみたいにしようかなと。でもハロウィンだけ表面をかぼちゃの黄色にして、あのハロウィンのなんかかぼちゃくんみたいな悪そうな顔作ろうかなと思って。なんか難易度高そう。え、伝わる？もうなんかスイートポテトのかぼちゃ色、表面はかぼちゃ色みたいな。茹で上がった芋を潰してスイートポテトやね。うん、スイートポテトみたいにしようかなと思って。うまそう。ちなみに完成形がこれらしいですね。中が芋で外がかぼちゃで、黒いところが海苔で、その周りにミックスベリーを散らすっていうのが完成図です。さっき潰した芋やね、うん、芋を中芋の部分、今外かぼちゃの部分をしようってことね。手でいっちゃい、ハロウィンだから。え、これ焼くと、これ焼くオーブンで、可愛くない？なんかもうかぼちゃじゃん、この子。材料費なんと、うん、お芋398円、かぼちゃ160円、ミックスベリー398円、以上。これはミルク入れてない、かぼちゃに、やわかったから。できた、焼こうか、やっぱり卵黄ばみて完成。イメージ図幼稚園児が来ると思って、まあでもイメージ図通りじゃない。これを今からやっていきますかね。体重何キロぐらいだったっけ？27キロか。1歳で27キロ、まだあと半年ぐらいはね、もうちょっと大きくなるんじゃないかなと思うけどね。あと一回りぐらいで、モネがうちに来て、この前のお迎え動画からまだ1ヶ月ぐらいか、うん、にしてはやっぱでかくなったよね、モネもね。で、今15キロぐらい。ルナ、ルナ見えてないじゃん、前が。イケメン、イケメン。ルナ、ケーキ食べる？ケーキ。はい、というわけでさっき出来上がったケーキですね。まあでも本当に絵通りで、もう完全に冷えたからね。なんかいちご減ってない？ちょっとさっきより。ずっとみんな食べよった、つまみが一緒。はい、じゃあお座りしなさい、お座りしなさい。待って、あ、おー、すごい。モネもね、無事お座りを手を覚えたということで。わー、どうだろうね。芋と周りがかぼちゃ、あ、がっつり芋だね。うん、まるちゃんが食べたいって言ってる。食べてみる？どうだ？マルド、マルド、あ、好きみたいね。肉はね、食べるの上手やっけ。あー、結構芋好きだね、やっぱね。レナおいで、レナ、レナおいで。うまい。あ、来た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 、レナ、ルナ、誕生日ですよ、おめでとう。あー、結構食いつきいいかも。
あ、食いつきいいわ。芋好きなんかな。あ、すごい、ごった返しております。テーブルとテーブルにテーブルに群がってる。はい、どうぞ。うわ、やばい。はい、それでやるのがやばいね、ちょっとね。これ結構な量あるわ。え、これ芋何個、何個の分？まあ、大きめというか、普通のさつまいもが2つ、かぼちゃが4分の1。ああ、でもそう考えるとそうでもって感じか。すごいね。あ、でも意外とさ、めっちゃ周りばっかり食うかなと思ったけど、ベリー系を食うかなと思ったけど、すっごい芋にがっついてるね。ちょっとスムーズつけようかな。確かに。これがピンクね。うわあ、もう、うわあ、もう鼻が、鼻が芋になってる。肉美味しい。わ、すごいね。テーブルがピザポテト。うん、丸が食べれんね、あんまり。スプーンで見とってやらんと食べれん。うーわー、もう鼻がすごい、押しつけが。あ、食べ始めた。モネが全部食べてしまう。マルホの早く食べんとモネが全部いくよ。モネの食い意地はすごい。うわ、あっという間になくなってきたね。うわ、もうなくなってるほぼ。嘘。2個がノンストップだもんね。イージーデーモン。ちょっとも離れようとしない、休憩で。2個ちょっと。2個ちょっと待ちな。大丈夫の食べて、大丈夫、大丈夫、あ、こぼした。はい、まるちゃん、モネがすごすごい、全部食べる。モネが全部食べたぞ。モネがすごい、もう回り込んで回り込んで、今モネも休憩しよう、本当。はい、休憩です。食べ過ぎましたって、はい、食べ過ぎましたって。来た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 、2個が鼻つけたわ。取れないね、鼻ずっとついてるね。ずっと匂いする。その間にほら、もうモネが全部食べてしまった。これ何？ブルーベリーとラズベリー、ブラックベリー、ストロベリー。ああ、それが一緒になって売られたんよね、袋で。そうそう、冷凍。うん、トップバリュー398円で300g ちょっと入ってたかな。安かったよ。安い。うん、安かった。っブラックベリーの方。あ、ブラックベリー。あ、お肉も全部食べますって。2個はもう根こそぎ1個。あ、モネ目にかぼちゃついてる、ベチャって。うわ、モネモネ、ほらモネ。あ、食いしん坊すぎるだろう。かぼちゃついてますよ、頭に。2個もう、もう食べ尽くしてんじゃないの。耳にイチゴついてる。うわ、2個も食いしん坊や。多分一番食ったよ、2個が。うん、大きくなったね、ほんと。すごい髪型になってるけど、もうこう床に座っとったらもう、こう見上げないかも。うん、じゃない。よいしょ。うわ、でかでかくなりましたね。もうゆっぴよりは全然でかいじゃん。うん、サルナ1歳だね。まだ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 子供っぽいとこあるけど。あ、完食。笑わんでいいって。うまきですよね。おっきいね、これ。で、最後の、おやつとしてこれもあげますかね。
ちょっとさすがに大きすぎるからモネは一旦休憩ってことで。はい、ニコお座りしてる？あ、ニコお座りしてるね。あ、ルナもしてるね。はい、ニコよし。はい、ルナ、ルナお座りは？はい、よーし、はい。マルお座りは？マル、何ソファに座ってます？はい、よーし。これは結構長持ちしそうですな。ぼちぼちですね。どのくらいかな、5分、5分持たんか。どうですか。なんだかんだこれが一番好きかもしれん、うん、どうですか。すごい音がしてる。どこに挟んでんの、ここに挟んでんの。ニコイヒ、マルどうですか。マルは手を使わないスタイルやな。マル、マル、ルナ食べ方がダサいよ、ちょっとなんか手使った方がいいんじゃない。爪楊枝加えてる人みたいになってる。わあ、もう2個半分ぐらい取るわ。5分持たないんじゃないかな。早いもん、いつも。はい、ということでルナハッピーバースデー。その食べ方ダサいよ。Thank you.